皆さんこんにちは。中日高松渡る内野手と西武川越誠司外野手の1対1の緊急トレードが成立したことが18日に分かりました。立浪和義監督が血の入れ替えを決行してからのトレードは昨オフから5例目となりました。今回はトレードされた高松選手と川越選手はどんな選手なのか、そしてこのトレードの思惑を解説していきます。立浪監督は昨年オフから涌井と阿部、砂田と京田、無償トレードでロッテから加藤拓磨、今季に入り宇佐美、斉藤と郡司、山本と積極的なトレードでチーム改革を行っています。また現役ドラフトで獲得した細川誠也もチームの主軸として覚醒し大活躍を見せています。血の入れ替え作戦は順位はともかく成功を収めていると言ってもいいでしょう。快速が魅力の高松は1999年7月2日兵庫県生まれで、滝川2校で甲子園出場はありませんが、50メートル5秒8の俊足と高打で滝二の一郎と呼ばれました。高校通算11本のうち9本がランニング本塁打という快速ぶりです。2017年ドラフト3位で中日入団しました。今季は主に代走として23試合の出場で2盗塁、17日の阪神戦でもベンチ入りしていました。西武は今季総魂のチームスローガンを掲げ、リーグ2位の53盗塁を記録しております。高松は松井監督が重視する機動力野球にマッチしています。球場で顔を合わせればいつもニコニコ、誰にも対しても人懐っこい、高松はそんな選手です。ですがその笑顔の下には苦難に耐え歯を食いしばってきた一面もあります。ルーキーイヤーの2018年に高松はウエスタンリーグですら3試合にしか出ていません。原因は慢性的な腰痛だけではありませんでした。高松は夏頃に突然息が詰まるほどの苦しみに襲われたそうです。病院で撮った X 線画像を見て驚きます。肺の部分が真っ白でした。肺炎だったのです。高校を卒業したばかりの18歳、野球ができない状況に加えて環境が大きく変化したことによるストレスもあったのでしょう。幸い安静にするだけで収まりましたが、過度な運動はご法度となり、名古屋球場のフェンス沿いを歩くだけの日々が続きました。引っ込み思案で不器用な高松はできるまで反復して働き場所を切り開こうとしました。4日の巨人戦では1点を追う7回1死1三塁で代走起用されるも、痛恨の牽制死となる場面もありました。立浪監督も唖然とした表情を浮かべ何かをブツブツとつぶやきました。この後高橋が三振に倒れ無得点でした。解説者の野口茂樹氏は、絶対にアウトになっちゃいけない場面、こういうポカが多いんですよね高松選手は、と厳しく指摘していました。試合はこのミスで流れを失い8回に3失点し1対5で敗れました。6日の練習日でドームには練習時間中ひたすら帰塁を繰り返す高松の姿がありました。かつて滝川2校2年の秋季大会で1試合6失策を犯し遊撃失格の烙印を押されても、一冬の間ノックを受け続け夏に背番号6を奪い返した男です。居場所を守るためにユニフォームを汚しました。自らを奮い立たせるために口にしていた言葉は、走れなくなったら僕は終わりなので、新天地の所沢で再スタート、道がある限りどこまでも突き進みます。高松は球団を通じ中日ドラゴンズに入団させていただき、5年半、ずっと応援してくださったファンの皆様、僕を支えてくださった関係者の皆様、本当にありがとうございました。中日ドラゴンズで学んだことを大切に新天地でも頑張ります。これからも応援よろしくお願いします、と感謝の気持ちを述べました。一方川越はパンチ力ある強打の左打ち外野手です。1993年6月30日北海道生まれで、北海高3年時に外野手で春夏の甲子園に出場しています。北海学園大へ進み2015年のドラフト2位で投手として西武入団した後に2019年から外野手登録となりました。今季は12試合の出場で打率1割3分3厘1本塁打5打点と低調ですが、ファームでは打率割9分2厘7本塁打25打点をマークしています。得点力不足や左の代打が手薄な中日の補強ポイントに合致します。
その打棒を買われて中日に移籍する川越は、パンチパーマと口ひげがトレードマークの8年目。見た目はこわもてですが、後輩の面倒見がよく、兄貴分的な存在です。趣味はサウナで、チーム内では、同志が集まったサウナ部が結成されています。川越は GM を務め、監督は渡辺、部長に若林、部員は昼間、仮入部に山野辺などと、獅子頭からささやかれ、人気を集めていました。そして川越は何よりも、打席での登場曲がファンから注目を集めました。今季は奇数打席では日本講堂の CM ソング、星雲の歌が、偶数打席ではテレサ10、時の流れに身を任せが流れました。星雲の歌は曲が流れ終えると、なぜか西武ファンから拍手が起きるのが定番になっていました。また、このつながりからか、日本講堂の公式 Twitter も川越の移籍に反応し、星雲の歌を登場曲に使ってくださって、本当にありがとうございました。新天地でも頑張ってください。応援しています。とエールを送っています。時の流れに身を任せは川越は全く知らなかったそうですが、先輩選手に選んでもらったと言います。少し口ずさめるようになりましたね、と笑っていました。いろいろな人に選曲され、2021年シーズンは入れ替わり立ち替わり20曲ほどが流れました。ビビったのは、運動会です。運動会じゃないや、ラジオ体操の曲です。あれはみんなに怒られたっす。さすがにあれはと。でもあれより上はないんで、あれ以外は何も言われなくなったっす。6月1日の阪神戦では、宮川の先発初勝利のウイニングボールを、阪神ファンがいる右翼席にあっさり投げ入れ、場内は一時騒然とします。お立ち台で、阪神ファンの皆様に渡しちゃったので、返してください。すいません。と呼びかけたことでも話題になりました。中日での打棒開花もさらなる個性開花も楽しみです。川越は8年間どんな時でも温かい声援を送っていただいたファンの皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです。一番印象に残っている試合は2022年8月、延長10回のサヨナラホームランです。ライオンズの先輩も後輩もみんなが仲良くしてくれて、本当のいいチームメイトに恵まれたと思っています。また一からのスタートだと思って心機一転頑張ります。これまでの応援ありがとうございましたと西武ファンに感謝しました。立浪監督のもとチーム改革を進める中日、加藤球団代表は強い打球が持ち味の左打者を補強ポイントにしていました。川越選手は心強い仲間になってくれると期待しています。高松選手には持ち味である俊足を新天地でこれまで以上に生かしてほしいと思いますと語りました。ここまで中日を出た選手は漏れなく全員活躍していましたが、逆に中日に来た選手も覚醒するパターンも見受けられます。今回トレードされた両選手の活躍が大いに期待できますね。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。